今から電気電子システム工学科の説明をいたします。私はこの学科の小西圭一と申します。どうぞよろしくお願いいたします。我々の生活を便利で豊かにする超スマート社会の実現が期待されています。これを実現するにはフィジカル空間とサイバー空間の高度な融合が不可欠となります。フィジカル空間とは見て触ることができる実世界のものを意味します。サイバー空間とは IT、AI、インターネットなどコンピューター内のプログラムなどで実現する仮想的な空間を意味します。フィジカル空間とサイバー空間の高度な融合には3つの重要な工学分野である電気工学、情報通信工学、システム工学の知識が不可欠であります。電気工学は超スマート社会を支える電気エネルギーの発生、配送、備蓄、利用になくてはなりません。またそれだけではなく、コンピューター内部のプログラムはすべて電気の信号で動作しています。情報通信工学は実世界で観測される膨大なデータをインターネットなどを通じて離れた場所やサイバー空間へ送り届けるための理論や技術を扱います。皆さんがよく知っている LINE や YouTube などもこれらの理論や技術の上に成り立っているアプリケーションなんです。システム工学は電気工学や情報通信工学などが活用される際の便利なアイテムを提供しています。このアイテムにより様々なシステムが効率よくかつ無駄なく構築することができます。このように我々の暮らしを快適にする未来の社会の創出に欠かせないのがこの3つの重要な工学分野なのです。電気電子システム工学科ではこの電気工学、情報通信工学、システム工学がバランスよく習得できます。まず低学年ではその準備として全ての科目の基礎となる電気数学を学んでもらいます。さらに電気工学の最も重要な基礎科目である電気回路と電磁気学をしっかりと習得してもらいます。またシステム工学、情報通信工学の基礎科目となる電子回路、デジタル信号処理、プログラミング、実験によって専門科目の基礎をがっちりと固めてもらいます。次に高学年では3つの重要な工学分野を徹底的に学んでもらいます。電気工学ではエネルギー、電力、パワーエレクトロニクスを、システム工学では最適化、制御、ロボットを、情報通信工学では情報理論、通信工学、光情報工学などをしっかりと習得してもらいます。これらの習得により実世界のハードウェアとサイバー空間を担うソフトウェアの知識がバランスよく身につきます。このバランスの良さは将来にわたっても色あせることなく産業界の強いニーズに応えるものとなっています。では電気工学、情報通信工学、システム工学は具体的にどのようなものに活用できるのでしょうか。非常にたくさんの活用例があります。ここではほんのその一例を紹介いたします。まず再生可能エネルギーです。関連する工学科目はご覧の通りです。太陽光発電、風力発電などで発生した電気エネルギーを効率よくかつ安定的に各家庭へ配送する電力システムネットワークの構築が挙げられます。次に光ファイバー通信とスマートフォンです。スマートフォンでは近くの基地局と無線でデータ通信を行い、そのデータは光ファイバーを通して遠くへ送られます。このような仕組みで私たちは手軽に日本中いや世界中の情報へ瞬時にアクセスできるのです。電気自動車は大量の電気エネルギーを蓄えたバッテリーと電気エネルギー、その電気エネルギーから機械エネルギーに変換する電気モーターから構成されています。
それらを最適に制御することで効率が良く環境に優しい自動車ができるのです。スマートファクトリーは次世代の工場を意味します。この工場では、たくさんの機器から抽出させたデータ、それからロボットなどを有効に活用することで、さまざまな商品が効率的かつ、低コストで製造できます。ロボットは、頭脳に相当するコンピューターや電気モーターなどで実装された手足で構成されています。ロボットは今後我々の生活により深く関わってくることになるでしょう。ここまで紹介したものはあくまで一例です。これら以外にも非常に多くの応用例があることを付け加えておきます。では電気電子システム工学科で学んだ学生さんの進路というのはどうなっているのでしょうか。新大学の卒業生はまだ存在していませんので、ここではその前進校の一つであります大阪府立大学工学域電気電子システム工学課程の実績を紹介します。学部を卒業後 80% 程度の学生さんは大阪府立大学大学院博士前期課程へ進学します。進学する学生さんは学部4年生で配属された研究室で研究を続けることができます。したがって学部4年生の1年間と大学院の2年間合計3年間を使って一つのテーマについて深く深く取り組み、充実した研究活動を行ってもらいます。さらに世界のトップクラスまで研究を極めたい場合は、追加で大学院博士後期課程で3年間の研究活動を続けることができるようになります。学部卒業後、また大学院博士前期課程終了後の進路を見てみましょう。ここでもその前進校の一つである大阪府立大学工学域電気電子システム工学課程の実績を紹介します。学部に相当する学域を卒業した学生さんの進路はご覧の通りです。大学院博士前期課程を修了者のほとんどは大企業に就職しています。大学院博士前期課程の修了後の就職先を見てみましょう。ここではその前身となる大阪府立大学大学院電気情報システム工学分野と大阪市立大学大学院電子情報系専攻の3領域における平成27年度から令和元年度までの実績を紹介しています。この表は就職した人数が多い順で企業名が記載されています。スペースの関係で全てのデータはお見せできませんが、ホームページでは詳しい情報がリストアップされています。興味のある方はこの動画の最後で紹介するホームページをご覧ください。それでは今から電気電子システム工学科で実施される研究内容を紹介します。9つのテーマを一つずつ簡単に説明していきます。まずモーター技術に関する研究です。これを扱う研究室では電気で動くものには必ず使われていて省エネルギーや高性能化のキーデバイスである電気モーターについて、小型化、効率化を実現するモーターの最適設計、さらに高性能な制御システムや応用技術を研究しています。具体的な応用例としては電気自動車、電車、ロボット、家電製品、風力発電などが挙げられます。次にエネルギーシステムに関する研究を紹介します。これを扱う研究室では再生可能エネルギーや電気自動車など地球環境に優しいエネルギー技術に注目し、最適化、人工知能、センシング、データ科学などの先端システム科学に基づいてエネルギーに関わる分析と設計に取り組んでいます。次にスマート情報通信に関する研究内容を紹介します。これを扱う研究室では AI や機械学習、ビッグデータ、信号処理技術、最適化解析の統合的な手法を用いて未来の超スマート社会におけるフィジカル空間とサイバー空間の高度な融合を支える次世代無線通信システムの研究開発を行っています。次に光機能システムに関する研究です。これを扱う研究室では社会と人を光でつなぐネットワーク技術に関する研究を実施しています。
AI や機械学習などのソフトウェアとハードウェアとの協調設計により、光の特徴を最大限に生かす新規な光機能技術の実現を目指しています。具体的には光情報通信ネットワークシステム、光センシング、光通信技術の研究を行っています。次に、大容量高速光通信に関する研究です。現在地球を4万周以上する光ファイバーが利用されています。これはソサエティ 5.0 を支える技術の一つになっています。大容量高速光通信を扱う研究室では、光信号をより遠くまでより多く届けるための光通信方式や光信号処理技術の研究、また将来のための新しい光ファイバーの研究を行っています。次に情報システムに関する研究です。これを扱う研究室では、画像工学、光工学、医療工学の知識を用い、実際の利用を目指した研究を行っています。具体的なテーマとしては 3D ディスプレイ、ヘッドマウントディスプレイ、複眼カメラを用いた超高速撮影、 3D 顕微鏡、診断手術支援用内視鏡システム、生体情報センシングなど、またそれらの関連分野の最新の研究を行っています。次に、システム最適化に関する研究内容を紹介します。これを扱う研究室では、生産システム工学、数理化学と呼ばれる分野の知識を融合させ、最先端の製品やサービスを生み出すさまざまな生産システムを最適に設計・計画・運用し、さらに生産・経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応したものづくりを行うための生産マネジメント技術と生産管理システムの構築に関する研究を行っています。次に、電気システム制御に関する研究内容を紹介します。これを扱う研究室では、制御工学と複雑系工学と呼ばれる分野の知識を融合させ、さまざまなシステムの解析と設計を行います。具体的なシステムとしては、ロボット集団の助け合いシステム、無人船の航行制御と海洋環境の自動計測システム、風力発電システムなどが挙げられます。次に、知能ロボティクスに関する研究内容を紹介します。これを扱う研究室では、ロボット工学、情報通信工学、センサ工学を用いた総合的な研究開発を行っています。具体的なテーマとしては、自動走行ロボット、移動マニピュレーターによる知能化技術、センサ計測、信号情報処理、情報通信技術、システムなどを取り扱い、関連分野の最新の研究を行っています。ここまで電気電子システム工学科について詳しく説明をしてきました。最後に、この学科の特徴を簡単にまとめます。一つ目は、ソフト・ハードの協調による技術の創出。二つ目は、バランスの取れた優れたカリキュラム。三つ目は、前進校の実績ではありますが、産業界からの高い評価です。電気電子システム工学科についてさらに詳しいことを知りたい場合は、前進校である大阪府立大学工学域電気電子システム工学課程と、大阪市立大学工学部電気情報工学科のホームページをご覧ください。検索キーワードは、不大電気情報および、不を市に変えた市大電気情報です。研究の詳しい内容や研究室の様子がご覧いただけます。